バカかお前、なんで戻ってきた。からず死ぬ。お前自身の魂がその悲鳴を上げた。ではなぜこうしてまで戦う必要がある。どこまで知ってる。刈り取る人間の魂、その思考は全て返す。お前は自分が死ぬべき運命にあることを知っている。お前は幼い子、封印のためにある役割を背負って死ぬことを命じられた。お前の人生はそれまでの猶予期間でしかないと。お前はそれをひたすら隠してきた。仲間たちに自分を見る目が変わってしまいそうだったから。安心しろ。生きるなどということに意味はない。お前は苦しまなくていい。生きるも死ぬも大した問題ではない。お前は隠したいと思っている。なぜ自分が死ぬのか、それはお前の大切な人間が原因だから。
きなさい、ロゴスの者。この者たちは封印に必要不可欠なもの。ここで殺されるわけにはいかない。鬼切り丸の封印が揺らぎ始めているのです。私の身安寧としているわけにはいかないでしょう。私が長年貯め続けた霊力、お前にもわかるわね、ロゴスの者よ。この場を抑えるためなら使うにやぶさかではありません。戦況不利、引く。待てよ、俺とのおしゃべりはまだ終わってないだろ。大丈夫だ。ありがとう。
手出すんじゃねえ。そこまでだ、ズバイ。引け。今それを殺そうとすれば、お前は間違いなくその年寄りに殺される。まだ生きているようね。よかったわ。また封印のシステムの一端に問題が出るところだった。こりゃまた凄まじいな。全面的な敗北ってやつか。戦闘については人間様の出る幕はない。
では本国へ帰ると、突然話があるというから何かと思えば。ドライ、貴様、何を考えている？何をとは、何をでございましょうか。すべてだ。お前に二心があること、この私が気づかないとでも思ったのか。ご心配なきよう、ロゴス本部からの伝令がある以上、帰りますよ。私も組織の人間ですから。ご安心召されましたか？アーティファクトは復活しているはずなのですが、なぜそれが世に現れぬのでしょうな。モナド、あなたはそれをご存知なのでは？私を警戒されているにしても、アーティファクトの発見を遅らせてはロゴスの上層がいい顔をしませんぞ、モナド。貴様は何者だ？私はただのマグス。私は今夜立ちます。存分にアーティファクト探索を続行されるがよろしいでしょう。などなど、所詮は愚かな民を操るための象徴に過ぎない。すげ替えはいくらでも聞く。本国に戻るというのは？本当だ。いかな私とてロゴスの四賢人が騒ぎ始めたのであれば、帰らざるを得まいて。俺はどうする？アリアと刀を持って私の元に戻れ。アリアは死んでさえいなければいい。すべては当初の予定通り。その他の行動は許さぬ。アインという男、操るにはいささか意志が強すぎる。いつ私の呪縛が解けるやもしれぬ。その点お前はいい。精神を自らの力に食われたお前は扱いやすいよ。とても。
よく。そういえばあいつを忘れていた。取るに足りない存在だが、いずれ邪魔になろうな。フェイヤ自身も我々に蹴取られたと思っているだろう。しばらく身を潜めるかもしれぬが、つぶあい、命令を書き換える必要があるな。相変わらず、ミツロの弁当はうまいな。今度、俺の分も作ってもらえないか頼んでみるか。あよ、来てやったぜ。真宙先輩様がいなくて心細くて泣いてるんじゃねえかと思ってよ。怒らなくてもいいんじゃねえか。お前みたいな情けないやつを一人にしてたら、心配でおちおち眠れもしねえだろうよ。で、状況を教えろよ。もらうももらわないも、俺はついさっきまで意識がなかったんだぜ。起きてそのままここに直接来たんだ。何も知らない。
起きたら昼前で、お前が一人で寂しく弁当でも食ってるなんてのは、なんつうか落ち着かなかったっていうか。うるせえな、どうでもいいだろそんなことは。状況を教えろ。俺が寝ている間に何が起きて現状はどうなってんだよ。まず5つの宝具はあのクソガキどもの手に渡ったんだ。それからおにぎり丸が復活しかけて、結局それでどうなったんだ。タクマやユウイチやシンジやオオミさんはどうしてる？安い挑発だろ。信じるな、あんな奴の言葉。なんだ、弁当もういらないのか？ダイエットは体に悪いって言うけどな。お前な、病み上がりの俺を気遣う気持ちはないのかよ。俺を待たせるとはまた随分と偉くなったもんだ。バカ野郎、俺は元から偉いんだよ。
神隠しが起きてるのか。鬼切丸が封印されていた状態でさえ神に悪影響を与えてたんだ。宝具が全部奪われ封印が不安定になれば神もまた死ぬ。ま、お前に関しては心配すんな。俺が守ってやるよ。他のやつがみんな手払ってるなら仕方ねえ話だ。まあそう言うなよ。ババ様だってな、役割上仕方なくだ。鬼切丸に関わってる人間はみんな何か切り捨てて生きてんだ。この村ではずっと長い間全てが封印の維持を中心に考えられてきたんだ。玉よりも守護者も俺らはみんな封印のために存在してる。歴代の玉より姫にとって守護者はずっと封印を維持する道具で、それがむしろ普通。そこに深入りしすぎるお前が変なんだよ。まあ仕方ねえだろ。世界の終わりがこの封印にかかってるって話なんだ。世界が終わるってことは全部終わりだからな。まあ心配すんな。いざとなったらこの俺がさらっと世界を救ってやるさ。
そろそろあなたの役割が必要になるかもしれないわ。宝儀の封印は消滅し、私たちでは歯の立たない敵がすぐ近くで鬼切り丸を狙っている。ここまでの危機的状況は史上初めてでしょう。玉依姫が覚醒しない以上、契約通りあなたの命を封印に捧げてもらいます。それが契約だからな。そんなことより天薬寮と組むなんてのは聞いてない。あのおっさん何か企んでやめた方がいい。時にはそのような相手とも手を組まねばならない。わかった。決心はもうすぐつくのね。あともう少しだけ時間が欲しい。そうね、そうしましょう。あなたの命を使うのはギリギリの最後にしようと思っているから、あなたの来世が幸せであるように祈るわ。どうされたのですか？一人でどうした？こんなところで。さっきの話聞いてたんだな。お前さ、勘違いしてるよ。俺が死んだりなんかするかよ。この俺が自分から死んじまうなんて想像つかないだろ。変な誤解はするなよ。あれはな、命をかけて封印を守れってそういう意味なんだよ。だからな、元気を出せよ。
嘘はついてないぞ。本当だ。ああ、そうだ。全部俺に任せてろ。お前は俺のそばで笑ってくれればそれでいい。なんか腹減ったな。焼きそばパン食いてえな。バッカだなお前。日本人の和の心をパンに挟むことで手軽に楽しめる画期的な食品だぞ。男女7歳にして同居せずって言葉はあるだろ。お前日本人か。いいか、同居ってのはでも。なんで俺がそんなこと説明してやんなきゃならねえんだよ。だから言葉のあやってやつでだな。別に俺は同じ布団で寝るとかそういう。だから物の例えだって言ってるだろ。はいはいはい、青い春はそろそろいいかな、そこの若者方。同金の意味について講義が始まったあたり、
何の用だよおっさん。真実を伝えに来たんだよ。神隠しのこと、もう知ってるな。誰が流したのか、学校じゃ噂になってるそうじゃないか。本命がいつまでも出てこないから、こういうことになるんじゃないか。動かないがために生じる罪というものが、この世にはあるんだよ。第一に、ロゴスのアジトが村の中にあるだろうこと。第二に、ロゴス内部で対立が起き始めているということ。最近あいつら動いてなかっただろう。いや、僕も何があったのかなとは思ってた。どうやらあの魔術師に関連することのようだよ。詳しいことは分からんがね。僕ら天役寮と先代様で残りはやる。君たちは命令された時に命令通りに動けばそれでいい。下手に動かれても邪魔だからね。将棋の駒みたいに。アトリ君、君に一つ言っておく。客観的に考えて、君の命と数十億の命なら、数十億の命の方が重い。君の命と引き換えに世界の終わりを止められるなんて状況がもしあったら、僕は悪者になって君を殺そう。あいつには気を許すなよ。あいつは自分の目的のためなら多分何でも利用する。お前は気をつけろ。ああ、本当にいつかそうなるといいな。珍しいですな、部屋の外に出ようと。時にはそのような気分になることもあります。
本題は真宙のことなのでしょう。やはり先代はご聡明でいらっしゃる。5つのホームと玉依姫自身が封印の地に集わぬ限り完全な封印の崩壊はありえないのでしょう。宝具の封印が解けた以上、玉依姫による早急な封印こそ急務でありましょう。しかし、そうね、不完全とはいえ鬼切り丸の力は軽減し始めている。うつしおに影響を及ぼすまでの間、玉依姫として覚醒するのは少し難しいかもしれないわね。そうなるとすでに利用価値はカラスをここにつなぎ止めておくための餌に使うしかないか。海外逃亡だの交通事故だの行方不明者の偽装にも限界がありましてね。政府高官には感づき始めているやつもいるんですよ。確かにアトリ君たちに罪はないかもしれませんがね。じゃあつなぎで封印の生贄とされる人々はどうなるんですかね。この子もずっと罪を犯し続けることになる。私はもう慣れました。君、時々死んだ魚のような目をするな。僕の目にはね、先代様、誰よりもあなたが一番の犠牲者に見えるんですがね。